皆さんこんにちは、ファイティングドリーマー TV のまさしです。今日はね、これからね、交通警備の仕事に就くにあたって、この間面接行ったんだけど、研修3日間で20時間受けなくちゃいけないんだけど、その前に、過去にね、破産申告をしているかしていないかの、書類を本籍地から取り寄せなくちゃいけなくて、で、本籍地は、愛知県で、遠いので本籍地まだ変更してないので、それを取り寄せないといけないから、これからまず郵便局に行って、でそれから健康診断も受けなくちゃいけなくて、健康診断も受けに、郵便局行って、その後に健康診断受けに、その指定されたねクリニック行って受けなくちゃいけないんだけど、だからまず着替えて郵便局とクリニック今からちょっと行ってきます。で、書類と健康診断の結果が揃ってから、やっと警備会社で研修3日間受けられるって感じですね。で、その研修が3日間20時間受けなくちゃいけないんだけど、それが終わったらやっと現場配属っていう形ですかね。なんでとりあえず今から着替えて、郵便局とクリニックにちょっと行きたいと思います。猫ちゃんがいました。クリニック行ってきた帰りに猫ちゃんいました。逃げちゃったな。逃げる猫ちゃん。逃げる猫ちゃん。マーキングして逃げた。はい、今ねクリニック、もうねモノレールと電車乗ってね、ちょっと離れたところのクリニックまで行ったのに、もう着いたらね張り紙されてて、お盆連休中もう約1週間ね、もうクリニック休業でした。お盆連休中だからね、調べるなり電話してから行けばよかった。後の祭りなんだけど、もう見てください、見えますか。もう汗だくです。汗びっちょびちょ、もう汗だくなりながら歩いて、モノレール乗って、電車乗って、です。もうクリニック休業だから、もうさっさと帰ろうと思って、もう、またすぐ電車乗って、モノレール乗って、そっから駅からまた歩いて、もう全身、もうここも汗かいてきちゃった。もう汗だらだらです。なんでね、調べるなり電話したから行けばよかったな。後の祭りだからしょうがないんだけど、皆さんもお盆連休中どっかね行く際はよく調べてから行きましょう。
無駄になっちゃうんで、ね、まあでもこの動画投稿して公開した時にはもうでももうお盆終わっちゃってるんだけど、もう9月なんだけど、もうこの動画が公開した時にはもう9月だから言ってもしょうがないですね。はい、まあ、来年気をつけましょう。来年気をつけましょうね。もう大型連休中は気をつけましょう。前もってよく調べてから行きましょう。では皆さん、まだね9月、まあこの動画が公開された時は9月でもね、まだ残暑が残ってて、まだ9月半ば過ぎ、9月終わりぐらいまではねそれなりに気温高いんで、まあ皆さんね、よく水分補給して食べて、夏バテやね熱中症、まだ9月も暑いんで体調管理気をつけてください。まあ自分が言えることじゃないんだけどね、自分もね体調あまり良くないし、昨日は頭クラクラしてダウンしたしね、夏バテじゃないんだけど、なんかカップ麺とかね、煮込んで作るうどんとか、そんな麺ね、あんまり栄養ない偏っているものとか、そんな軽食で済ます、節約で済ませたから、あんまりろくに食ってなかったから、そか1日1食とか、だから多分栄養が足んなくて貧血と暑さで頭クラクラきちゃってたと思うんだけど、まあ、自己自得ですね。まあ皆さんも体調管理に気をつけましょう。まあまたね、別の動画でお会いしましょう。バイバイ。